外でキスできます。ちょっとだけちょっとだけ日本だとしないかもしれないです。こんにちは。こんにちは。プロフィットとしてありがとうございます、はい。今日は何をして過ごしてらっしゃいましたか？今日はお洋服を見ていました。そうなんだ、はい、もう買い物したの？はい、買い物ちょっとしました。どうですか、何か好きなブランドとかあるんですか？ブランドは特にない。はい、適当に。プランのお目当ては今日は春の服を見に行きました。はい、私も伺ってもよろしいでしょうか？はい、今20歳です。はい、20歳。あ、水産業の社会人？大学生です。映画とか見てると外で優秀の面前というか、はい、どこでもカメラに進むようなイメージないですか？確かに、はい。日本どうですか？あんまりないですね。札幌より都会の東京でもそういう光景を目にすることありますか？あんまりないです。はい、あんまりない。ま、見たことは？はい、日本人同士たまに。はい、少ない少ないですね。はい、もしあなたが欧米人のお付き合いをしたいとき、外で行きますか？日本だとしないかもしれないです。はい、どうもね、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。お呼び止めしてありがとうございます。ありがとうございます。お母さんのことをかわらしい3人に覚えてくれてありがとうございます。どうも。皆さんおいくつですか？年齢は19歳です。19歳。あ、そうだったんだ、はい、ちょっと大人かと思いましたけど。すいません、ありがとうございます。ちょっとおばさん風に、ね、大人に見られるでしょう。はい、よく言われます。22歳ぐらいって言われますね。今日は何をしてらっしゃいましたか？今日はお買い物して今からご飯に行きます。はい、中華です。中華ですか？はい、さっきさんに、まあ、今彼氏いますか？います。いないです。います。いない歴は？いない歴、もう私生まれたからずっといないです。本当に本当にこんな見た目で。まだ付き合ったことない？付き合ったことないです。ウブです。恋愛に積極的な男性の方がいいですか？うん、絶対そうじゃない？そうですね、絶対に。そうですね、欧米では結構オープンに話しするでしょう。その付き合ってるカップルだったら外でキスしたりも全然平気だし。それは平気？あ、それもね、日本の躊躇しちゃう。日本では、うん、ないよね。見たことないから。見たことないから自分たちもしないって感じじゃないですか。外国人と付き合ったら外でキスできる？外国だったら、外国だったら、日本だったら、日本じゃなくて、外国だったら、彼氏と一緒にその国へ行ったらね。あ、分かる、分かります。食べてきてください。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。はい、こんにちは。ちょっとお話伺わせてください。はい、お二人はどちらのからお越しですか？私が滋賀県で、彼女は京都です。はい、京都いいとこですね。はい、好きですか？大好きです。今日はどうして着物であること思ってますか？彼女誕生日が先週だったので、そのお祝いで、あ、そうですか、はい、おめでとうございます。イエーイ。おいくつですか？22です。22歳。はい、私23です。23歳。はい、お仕事されてる？あ、学生です。学生さんですか？はい、このチャンネルでは海外の人たちに日本の女性の本音をお伝えできればと思って、うん、ではとっても和な感じのお二人にお伺いいたしますが、海外の人との恋愛というのはあなたたちにとってありかなしだったらどっちですか？せーので言う。せーの、あり。はい、どうですか、もし海外欧米の男性と付き合って外でキスできますか？てかでも私控えめな方よりはグイグイ来てくれる人の方が嬉しいので、うんうん、慣れ最初が戸惑うだけで慣れたら意外ともうしちゃうかも外かな。嬉しいですね、私は嬉しいかも、うん、積極的な方が好き。そうですね。あなたはどう？そうですね、私も消極的よりかは積極的に来てほしいタイプなんで嬉しいんですけど、さすがにバスの中とか公共の場とかがちょっとね、あれだとちょっと恥ずかしいから、もうちょっとこっちでとか言ってちょっと道外れたりとかしたりしてみたいな。でも嬉しい。時のないところ行っちゃう。ちょっとだけちょっとだけ。でも怪しい。嬉しい嬉しい。怪しい怪しい。嬉しい嬉しい嬉しい。なんか出会いがあるといいですね。はい、本当に待ってます。頑
海外の彼氏作ってください。はい、頑張ります。彼氏募集中です。はい、ではどうもね、ありがとうございます。バイバイ。今何をしてらっしゃいましたか？時間潰してました。時間潰してた。お年伺っていいですか？22です。20歳です。海外で興味ありますか？めっちゃあります。めっちゃ好きです。大好き。どこの国に？例えばニューヨークも行きたいし、パリも行きたい、韓国も行きたいし、台湾も行きたい。なんか、はい、海外の人たち、そう、積極的だっていうのはよく聞く話ですけども、公園とかでもさ、結構激しく濃厚なキスしたりとかするじゃん。映画とか見てたらそうだよね。確かに。できますか？まあ、できないことはない。けどちょっと恥ずかしいな、確かに。周りにそういう人たちばっかりだったら。ああ、それは。日本でそういうシーンを日本人がしてるの見たことある？あります。え、日本で？日本で。たまにおらん、端っこの方で。けどなんかそれをそのなんか気にしないようなところが好きというか。わかるわかる。なんか日本やったらそれがしにくいから、そのしたいというかいうわけじゃないけど、そういうのを気にしないでいる国が素敵やなって。そうやね。いろいろ教えてくれてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。その前にありがとう。じゃあね。こんにちは。いいお天気になりましたね、今日は、はい。さあ何をしていますか？原宿に来て、アイムドーナツに行きました。美味しそう。さて、お二人はところでおいくつですか？年齢伺っていいですか？年齢は18歳です。18歳なんですね。学生さん？はい、そうです。さあ、このチャンネルでは海外の人に向けて日本の女性の本音を言ってもらおうと思っておりますが、何か国際的なことをやってるんだったら海外興味ありますか？興味はあります。そう、行ってみたい国とかあります？行ってみたい国は、オーストラリアと、あとヨーロッパ系に行きたいです。海外の、特に欧米人の男性と恋愛してみたいって思いますか？まあ、経験としては、まあ、してみたいかなって感じですね。そうなんだ。今黒人と恋愛するのって何を期待しますか、一番？やっぱリードしてくれるところじゃないですか。ねえ、そう、キスも上手そう。そんなイメージない？いや、イメージはありますね。 そしてオーストラリア人の男性、ほら、ドラマでも映画でも、もうストリートとか公園で全然平気でキスするじゃない。日本ではそういうの、まあ、少し最近多いけど、あんまりないですよ。 ないですね。そういうの平気ですか？あなたもしアメリカ人と付き合ったら。いや、ダメですね。無理ですね。あ、嫌ですか？嫌ですか？なんか、なんだはどうですか？もし外国人と付き合って、アメリカ人と付き合ったとして外でキスできる？いや、無理かなと思います。そうですか。じゃあ日本じゃなくオーストラリアに行ってだったらは？まあまだ大丈夫かなとは思います。そういうことあるよね、多分ね。周りがみんなそうしてたら、私は周りがそうしてたら多分全然いけると思います。いや、周りがそうでも無理ですね。そうですか。じゃあ、はい、どうもありがとうございます。じゃあ、美味しいドーナツ最後見せてください。はい、揚げドーナツです。映ったかな？美味しそう。